皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はウクライナのゼレンスキー大統領が国連安全保障理事会で演説を行い、ロシアを強く非難し、国連改革を求めました。ゼレンスキー大統領が前回日本で演説した時に、日本はリーダーシップを取って国連改革をやってほしいという要望がありました。日本は国連改革をすることができるのか、今回はこちらの話題をお伝えいたします。それでは NHK の記事です。国連安全保障理事会の中で初めてゼレンスキー大統領がオンラインで演説を行いました。当然ロシアの大使も出席して同じ画像を見ております。そしてウクライナ首都キーウ北西の町ブチャでロシア軍が撤退した後、多くの市民の遺体が路上などで見つかる中、安保理は5日ウクライナの人道状況について話し合う会合が開かれました。そして会合ではウクライナのゼレンスキー大統領が初めてオンラインで演説し、前日に自ら訪れたブチャの状況について、第二次世界大戦後最も恐ろしい戦争犯罪だと述べ、ロシアを強く非難しました。また国連のシステムは直ちに改革されなければならないとも述べ、ロシアが常任理事国として拒否権を持つ安保理を改革する必要があると訴えました。そして議場ではウクライナ側がブチャなどで撮影された市民の遺体だとするおよそ1分間の映像がスクリーンに映し出されました。この後各国からもロシアの責任を厳しく問う声が相次ぎ、このうちアメリカのトーマス・グリーンフィールド国連大使は、ロシアがいかに人権を尊重していないかが日々明らかになっていると述べ、ロシアの国連人権理事会の理事国としての資格を停止すべきだと呼びかけました。これに対してロシアのネベンジャ国連大使は、ロシアは市民の殺害に関与していないというこれまでの主張を繰り返し、ロシアと欧米各国などとの対立が一段と際立つ形となりました。ちなみにこちらがネベンジャ大使です。ロシアのナベンティア大使と書かれてますね。読み方がちょっと違うんでしょうか。フロイト的失言をしてしまう。ブチャの遺体はロシア軍が到着する前にはなかった、あ、いや、ロシア軍が撤退する前には、ということで、もう嘘をつきすぎて、熟練の外交官でもついていけなくなるロシアの論理、ということになりました。こんな感じで違う違うと、というような感じです。そして国連事務総長は、人道的な停戦を呼びかけました。会合の冒頭、国連のグレーデス事務総長は、ウクライナでの戦争は国連憲章に基づく国際秩序と世界平和に対するこれまでで最も大きな挑戦の一つだと述べ、強い危機感を示しました。また首都キーウ北西のブチャで多数の市民の遺体が見つかったことについて、ブチャで殺害された市民の恐ろしい映像を決して忘れることができないと述べ、説明責任を明確にするための独立した調査の必要性を改めて強調しました。その上で、ウクライナでの戦争は今止めなければならない、平和のための真剣な交渉が必要だと述べて、市民の犠牲に歯止めをかけるための人道的な停戦を呼びかけました。そしてアメリカの国連大使は、人権理事会でのロシアの資格停止すべきと訴えました。そしてイギリスの国連大使は、戦争犯罪として捜査をと訴えております。そして中国の国連大使は、制裁は効果的な手段ではないということでロシアを擁護しております。なので国連の常任理事国である中国がロシアの味方をしている、もうすでにですね、機能不全を起こしているんですよ。なので誰がどう言おうと国連安保理は何もできないということになります。そもそもロシアはやってないという、その主張をですね、不意調しているインフルエンサーもいるんですよね。ただですね、もうすでに第三者機関がブチャに入っているんですよね。こちら、ヒューマンライツウォッチのページです。世界をリードする人権 NGO 団体、ヒューマンライツウォッチが、
ウクライナのブチャに現地の査察に入っております。ちなみにこのヒューマンライツウォッチはこちら中国の新疆ウイグル自治区の大量虐殺、それについてもレポートを出しております。なのでヒューマンライツウォッチは第三者機関でウクライナを擁護することはありません。その団体がブチャに入ってます。で、入った結果ロシアの支配地域における明らかな戦争犯罪と断言をしております。なので私の動画にも出てきましたが、アゾフがやったと、そういったコメントを書かれてきた方が何人かいらっしゃいました。こちらの方もですね、今朝になり増殖してめまいがしていますと言われております。しかしながらヒューマンライツウォッチの検証は2月27日から3月14日までに確認された戦争犯罪に関するもので、このアゾフのメンバーが入ったというのは4月になって入っていると、全く時系列が違うということになります。こちらですね、2月27日から3月14日までに入った犯罪を調べていると、そして現地の人にも聞き取り調査を行っております。なので非常に信憑性が高い調査をしております。で、これとは別の第三者団体もこれからどんどん査察をしていくと思いますので、ロシアの嘘がどんどん明らかになっていくと思います。で、今後ロシアは証拠を突きつけられてどんどん追い詰められていくでしょう。そしてロシアを擁護してウクライナは悪だとか、アゾフがやったとか言ってるような方もロシアと同様に追い詰められていくことになるでしょう。なので何を信じるかはご自身の倫理観、そして正しいソースですよね、それが証明していくことになると思います。なので今後は第三者機関のレポートを見るようにしましょう。そしてこのヒューマンライツウォッチのページは説明欄にリンクを貼っておきます。そして読売新聞の記事です。この国連安保理ではゼレンスキー大統領が安保理がロシアの拒否権行使によって機能していないことに触れ、拒否権を人々に死をもたらす権利に変えようとしているとロシアを強く非難しました。そして安保理の改革を求めております。なので今回の安保理はロシアの非難と安保理の改革、この2つが大きなテーマということになっております。そしてゼレンスキー氏は演説で、国連憲章第1章には国連の目的が平和と安全を維持することだと明記されていると強調しました。なので平和と安全が維持されていませんよと、それを言いたいということになります。そして例外も特権もなく全員が平等となるよう拒否権行使のあり方を議論することも求めております。こちら毎日新聞の記事です。今ですね、実は毎日朝日がまともな記事を書いているんですよ。ちょっとびっくりですよね。よく陰謀論者たちが西側メディアは全部嘘だと、絶対に見るなと言っておりますが、なんと左派系のメディアがまともなことを書いている。それだけにメディアを見るなというのが心に刺さるんでしょうね。つまり裏を返せば本当のことを言ってるから見るなと言ってるようにも私は聞こえます。本当かどうかわかりませんよ、わかりませんが、今朝日毎日のこのウクライナの記事はまともな記事を書いているように私は見えます。こちらですね、安保理は常任理事国のロシアが持つ拒否権を背景に身動きが取れない状態が続いている。ゼレンスキー氏は国連を解散させるのか、国際法の時代はもう終わったのかと呼びかけ、答えがノーなら今すぐ行動しなければならない、国連憲章を今すぐに取り戻さなければならない、拒否権が市民に対する死の権利にならぬよう国連改革が今すぐに必要だと訴えました。そしてこちら時事.com の記事です。ゼレンスキー氏はロシア軍が行わなかった犯罪はそこに一つもなかった、大人も子供も家族を全員殺害し亡骸を焼こうとしたということで、実際そういった写真を私も見ました。当然 YouTube では紹介ができません。もう非常にひどい状況になってます。そして演説後には井戸に投げ込まれた男性、これ私見ました。大人と折り重なるようにして裸で横たわる子供、黒く焼け焦げた遺体など、ロシア軍撤退後の複数の街の様子を収めた1分余りの動画も上映、惨状を訴えました
ということで、これもフェイクと言ってる人もいるんですよね。もうですね、個人個人の倫理観ですよ。日本人が今まで大切にしてきた倫理観というのがありますので、もうですね、何をどう言おうと証拠が出てきますので、その後どうするのかよく考えられるといいと思います。そしてこちらアベマタイムスの記事です。ロシアの国連大使、先ほど紹介しましたが、膨大な量の嘘だというふうに言われております。そしてこのロシアの大使は、ロシアの兵士と軍に対する膨大な量の嘘だと反発、ウクライナの過激派による犯行だと強調しました。ですので、先ほどのアゾフがやったというのはもうロシアのプロパガンダそのままなんですよ。で、それを吹聴しているインフルエンサーの方がいて、その人の言うことをまんま信じ込んでいる人たちがいるんですよ。なので、もうこれはロシアのプロパガンダというのがわかると思います。で、アゾフがやったと信じられる方は、もうロシアと全く一体と思ってください。なので、ロシアの言い分を信じるということは、中国の言い分も信じるということにもつながってきますので、将来中国が日本に攻めてきた時も、同じ言い分をするんじゃないでしょうか。日本が悪いとか、習近平は正義とか、そういったことをそのインフルエンサーの方は言われると思いますよ。また軍事作戦が速やかに進んでいない背景として、民間人を標的にしていないからだと主張したそうです。もうこのセリフだけを見ても、嘘ついてるの分かりますよね。あれだけウクライナの街が無差別攻撃に遭ってる映像が残っているので、それでもロシアというのは民間人を標的にしていないと、もう堂々と嘘をつける人たちなんですよ。そしてこちら MI2 さんのツイートです。ついにインドがやりました。インドはロシアの軍事物資を使っていて、今までは中立の立場でいてロシアを非難することがありませんでした。しかし、このブチャの民間人の殺害を見て、ついにインドまで非難に回りました。インドのティルムルティ国連大使は、安全保障理事会の会合で、ブチャでの民間人殺害に関する報告は実に悲惨だ、この殺害行為を明白に非難し、独立した調査を求めることを支持するということで、インドはロシア製軍事装飾品への依存が大きい、インドがやっと非難したのは大きいということで、ついにですね、インドも非難せざるを得なくなったと、それほど衝撃を与えたということになります。なので、国連として独立した調査をやると、もうロシアは逃げれませんよ。だからですね、国連改革というのは現実味を帯びてきます。そしてこちら NHK の記事です。自民党がですね、国連改革に向けて提言案を作成しましたということで、党の方が動き出しております。これが自民党のいいところなんですよね。なので、野党もこれぐらいできないとダメなんですよ。こちら、国連の安全保障理事会の常任理事国であるロシアがウクライナへの軍事侵攻を続ける中、自民党の外交部会などは、常任理事国による拒否権の行使の抑制などの国連改革が実現するよう、政府に外交努力を求める提言案をまとめました。提言案では、安保理の常任理事国による拒否権の行使の抑制や、日本などを敵国と規定した国連憲章のいわゆる旧敵国条項の削除、日本の常任理事国入りなどが実現するよう外交努力を求めています。そして自民党は今後、党内で調整を行った上で政府に提言を提出する方針です。ということで、この常任理事国による拒否権の行使の抑制、そして日本などの敵国条項の削除、そして日本が常任理事国入りするようにというような提言案になっています。そしてこちら日経新聞の記事です。同じく自民党の提言案、拒否権の行使抑制でフランスと連携しましょうよということになってます。これはフランスが2015年に提起した拒否権行使の抑制を評価してます。日本政府も連携を強化すべきだと指摘しました。そして提言案は近く自民党内で決定し、月内に政府に提出する日本の早期の常任理事国入りに向けた努力を強化すべきだと主張しております。そして共に常任理事国入りを目指すドイツ、
ブラジル、インドとの協力を一段と深めるべきだと記されております。そして提言案は、安保理改革をめぐる各国の利害は複雑に絡み合い、容易な課題ではないと強調した。しかし長年積極的に活動してきた日本がリーダーシップを発揮しなければならないと言明しているそうです。なので今までやってきた結果が今後常任理事国に入ることで報われるかもしれませんよね。そしてこちらテレ朝ニュースの同じく国連改革の記事です。こちらですね、フランスの提案している案について書かれております。大規模な残虐行為に対処するための安保理の決定については、常任理事国が自主的に拒否権行使を抑制するといった案を2015年に提出していたそうです。なのでまさに今回、ロシアが残虐行為をしてます。そして中国もウイグル、チベット、南モンゴルで残虐行為をしてます。そういった時に常任理事国は拒否権行使を抑制、つまりできないぐらいにやるとスムーズな安全保障理事会ができるんじゃないかと。これはいいですよね。このフランスの案はいいですよね。もうまさに今ぴったりの案だと思います。そしてこちら読売新聞の記事です。岸田首相が国連改革できるんかなと。首相は全力を挙げると言ってますが、冷淡な声もあり、姿勢のアピールだけではという記事になってます。皆さんそう思いますよね。なんせ検討士と呼ばれている方なので、検討します、検討しますで終わるんじゃないかなという気がします。というのは3月13日の自民党大会で首相は、我が国は長年、国連改革を訴えてきた岸田政権のもと、その実現に全力を挙げると言っておりましたが、約1ヶ月経ちますが、一体何をしてきたんでしょうかね。なので全力を挙げてる風には全く見えませんよね。そして国連改革について振り返りますと、日本は1994年にまず常任理事国入りへの意欲を表明し、共に常任理事国入りを目指すドイツ、ブラジル、インドと2004年に G4 を結成しました。そして2005年には G4 として常任非常任理事国の拡大などを掲げた決議案を提出し採択を目指しました。首相は外相時代の2016年に外務省内に戦略本部を設置して体制強化を図っており、改革への思い入れは強いと言ってるそうです。何かもう外務省に丸投げしているような気がしますよね。そして G4 案の実現には国連憲章の改正が必要で、道のりは険しい。改正には加盟国の3分の2、129カ国以上が賛成し、さらに全常任理事国を含む3分の2以上の国が批准することが条件で、常任理事国は1カ国でも反対すれば改正はできない。ということは今、中国がいるので、日本の常任理事国入りは絶対に無理ということになりますよね。このため政府内では国連憲章の改正を必要としない改革のあり方についても検討を進めている。そして先ほど言ったフランスの案ですよね。この案の検討をしているということです。で、この案は日本を含む105カ国の国と地域が支持を表明。首相は3月14日の参院予算委員会でこの案に触れ、フランスをはじめ改革に前向きな国と協力し、改革の努力を続けたいと強調した。ただフランス以外の常任理事国は現在も事実上反対しており、日本政府が説得できる見通しは立っていない。ということで中国がいる限り絶対反対ということになるでしょう。なので追い込まないとダメということになりますよね。そして自民党内からは国連改革は一筋縄では進まない経緯を踏まえ、実現できないことは織り込み済みで、改革姿勢をアピールしているだけではないか、中堅、と冷ややかな声も出ている、ということになるそうです。なので、これからロシアというのは、証拠を突きつけられて、どんどん追い込まれていくと思います。そして、ロシアの肩を持っている中国も追い込まれていくと思いますので、そこで調整ができるかどうかにかかってきますよね。もしかしてロシアは国連を脱退するというところまで行くかもしれませんので、まだまだどうなるかはわかりませんよね。ということで、
国連は今後ウクライナを独自に査察してロシアに対してどんどん証拠を突きつけていくと思います。そこでロシアがどういった対応を取るのか、そして日本はこの機に乗じて国連改革を主導できるのかどうか、また新たな情報がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そしてコメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。